どうもこんにちは、ミルサードです。こんにちは。こんにちは。本日はこの秋絶対に買うべきアイテム3選というのを僕らなりのご提案で、はいはい、ご紹介していきたいと思います。はい、それでは早速第1戦目いきましょう。はい、はいはい、で1戦目僕らが選ぶ、秋大活躍するアイテム、まず1点目こちらですね。はい、デニムジャケットですね。デニムジャケット、はい、まあ、ビッグサイズだったりとか、まあ、ちょっとタイトめなものだったりとかいろいろあるんですけども、まあ、この上着にデニムを持ってくるっていうのはかなり秋っぽいファッションに、うん、まあ、僕だったらまあスラックスとかコーデュロイパンツとか合わせたりとかもするんですけども、まあ、もちろんデニムのセットアップでもね、まあ、僕はこういう形が丈がちょっと短めのものが好きなんですけども、まあ、キングクロスワードとかね、まあ、ハッピースとかやったらまあ特にそうなんですけど、まあ、ビッグサイズのそうですね、はい、ものがあると思うんですけど、まあ、以前にも作ったことあるんですけど、やっぱ基本的にそうですね、僕が着る作るのはやっぱオーバーサイズで作って、まあ、下はこういう感じのいつも通りの、まあ、ワイドパンツでどっちもゆるっと合わせてもいいと思いますし、まあ、上を大きい分スキニーとかでスキートもまとめてもいいと思いますし、まあ、本当にかなりスタイリングの幅が遊べるアイテムかなと思います。デニム素材というのはね、うん、もう一番のやっぱもう特徴かなと。やっぱ着込んでいけば自分だけの味が出ますし、一緒に育てられるっていうのが、ね、まあ、すごく魅力だと思います。かなりいろんな表情を出せるアイテムなので、ね、まあ、そこはやっぱあの皆さんのお好みのね一着をぜひ見つけていただければいいのかなと思います。であとね一番ね肝心なのは、まあ、男女共に着れるってことなんですよね。まあ、女性が着てれば可愛いし、うん、男の人が着ればすげえ男らしく見えるっていう、まあ、めちゃくちゃこう二面性のあるアイテムなんで、フレアは本当にすごいよね。はい、なのでもう本当、まあ、春ももちろんいいんですけど、まあ、ちょっとねこうアースカラー系を合わせるんだったらもう秋抜群にこうコーデの彩りをね整えてくれるデニムジャケットだと思うので、ぜひいろんなものを着込んでみていただければいいなと思います。はい、おすすめです。はい、それではこの秋おすすめのアイテム第2戦参ります。はい、こちらでございます。はい、来ました。もうアイテムのキングオブチューキング、はい、パーカーでございます。はい、今回は当店のこのプルオーバーのタイプのパーカーなんですけども、まあ、フルジップのタイプだったりとか、まあ、いろんな変形デザインとか、もうパーカーっていうカテゴリーでかなりあると思うんですけど、まあ、どれでも秋間違いないですね。もう一着と言わず、はい、何着持っといてもこれはもう困るアイテムではないと思うんで、はい、でまずいいところをご紹介していくと、まず保温性が高いところ、でスタイリングが簡単に決められること、程よくカジュアルダウンできるところもいいところかなと思います。綺麗めなスタイリングにね1点こっちを挟むだけでカジュアルダウンできるので、そういうところも魅力的かなと思います。そして僕がこのパーカーの着こなしで一番やっぱ強いなと思うのは、やっぱこのフードをアウター類とこうレイヤードした時に出せるここの部分ですよね。まあ、さっきのねデニムジャケットとか、ね、合わせてもいいですよね。これがもうパーカーの一番の特権かなと。なのでまあ、このアイテムだったりとかのようにちょっとフードにデザインとか、まあ、フードが大きいとか特徴的なアイテムを選んであげると、結構そういうさらにこの冬とかになっていくレイヤードスタイルではかなりアクセントになっていいのかなと思います。和田君どうですか、パーカー。まあ、でもパーカーのいいところっていうのは本当にまあその今言った通りでもあるんですけど、あのアイテムとして見た時に空張りがめちゃくちゃあるんですよ。ありますね、はい、素材もね。そうパーカーみたいにこうスウェット生地っていうのは本当にもう隅から隅まであるし、なんだデニムのパーカーとかだってあるしみたいな、うん、なんで僕みたいにこう色物が好きな人だとすごい手に取りやすいアイテムなんですよね。なんでもう毎日パーカーでも本当に毎日こう違う色を着てたりとかでもできるんで、あの学生さんとか必見ですよね。大学生とかってまあ単純に僕の経験上なんですけど、まあ、やっぱりその毎日学校に行くときに、ね、服がなかなか決まらないとか、うん、上1枚ねこういうちょっとしっかりとしたパーカー1枚着てるだけでも、まあ、やっぱファッションとしてね、ちょっとおしゃれになれると思うので、まあ、楽じゃないんですけど、うん、まあ、便利っていう感じになるかなと思う。そうです、まあ、秋だったら、まあ、カットその上に触った時に羽織るだけで、ね、もう簡単にスタイルが決まるっていうのはもちろんなんですけど、今から押さえておけば、まあ、秋から冬そして春先まで使えるので、まあ、夏場以外は、はい、夏のギリギリまで多分粘れるとは思うんですけど、結構ロングランナーだ、本当にロングランナーで使えるので、はい、なので思うと僕も多分これもう100着やってないかなでも本当そのレベルで持ってます、ね、100着レベルで持ってるし作ってきましたね、今までいろんなデザインを、はい、まあ毎シーズンねやるものなんで、うん、そうですね。それではじゃあついにもうねラスト3戦目はい、はい、ご紹介したいと思います。行きましょう。3戦目はこちらですね。来ました、はい、カーディガンです。カーディガン
いいですね、はい、当店のちょっとモヘアライクのカーディガンなんですけども、まあ、カーディガンは、まあ、さっきのパーカー同様に、まあ、その T シャツの上に羽織るだけでもスタイリング決まるんですけど、まあ、ライダースジャケットとかコートとかスーツの中とかに着てても大丈夫なんですよ、カーディガンって。この V になってるんで、こうシャツとかと合わせたらもちろんいいんですよ、はい、どっちにも触れますよね。そうなんですよね。綺麗にちょっとまとめることもできるし、カジュアルにも持っていけるんで、はい、カーディガンはね、まあ、生地だったりとかカラーとかももちろんパーカーみたいにたくさんあるんですけども、これはですね、やっぱり古着っぽいスタイリングだったりとか、ちょっとモードっぽいスタイリングだったりとかっていうのにも対応してますし、一番僕のね大好きなスケータースタイルとかにも抜群に相性がいいので、まあ、カーディガンっていうのは本当に幅広く着用されるものだと僕は思ってますね。今やっぱ韓国風のスタイルとかも結構流行ってると思うんですけど、まあすごいこうハイウエストですごいタックインして、まあ、無地の白い T シャツにカーディガン合わせたりとかっていうのがあると思うんですけど、でカーディガンっていうのは多分なかなかちょっと正直手に取りにくいアイテムだと思うんですよね。一回手に取っちゃえばもう楽なんだけど、多分まあパーカーとかね、そう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 、比べたらもちろん持ってない方もいらっしゃるかもしれない、ね、やっぱパーカーとこのカーディガン2つ並んでた時に、うん、やっぱりみんなパーカーの方手に取って、ね、手出しやすい、ね、でもその、まあ、食わず嫌いじゃないんですけど、一、うん、まあ、回そのカーディガンの魅力とか自分にこうバツッとハマるスタイルを見つけると違いないですね。もうすごいんですよ。僕も一回すごい気に入りのカーディガン行く出会ったことあって、それも収録ぐらい行きましたね。良すぎて本当良すぎて。個人的には、まあ、前回作った作品なんですけど、ちょっとロング丈のカーディガンとかも結構いいかなと思ってて、なので簡単に羽織れるし、この上にアウター刺してもらっても、あ、その差し色としてもすごく使いやすいですし、やっぱこの首周りパーカーとされてここの部分がない、すっきりスタイルっていうところが、より中には合わせやすいアイテムなのかなと。このパーカーとちょっと違った色を持ってるミドラーなので、持っておいてもらえると本当にスタイリングの幅が広がるアイテムかなと思いますね。で最後に豆知識なんですけど、はい、そのカーディガンがここ V になってるのが本当に基本のものだと思うんですけど、まあいろんな形あると思うんですけど、この V になってるタイプは、ここはですね、第二の顔って言われてるものでして、第二の顔、はい、でここにちょっと V ラインでこうすっきり見えてると、まあ小顔効果があるっていうのも言われてるんですよ。あ、なるほど。結構豆知識として僕もちょっと昔から聞いてたことなんで、まあ、これはね、本当ぜひ皆さんに着ていただきたいアイテムの中に入っております。いかがでしたでしょうか。今回は当店がこの秋絶対におすすめるアイテム3選をご紹介してみました。当店のアイテムですと、今回ご紹介したこのアイテム以外にもバリエーションを揃えておりますし、もちろん他にもいろんなバリエーションのものがあるアイテムですので、ぜひご自身のお好みのアイテムを見つけていただいて、ファッションのスタイリングの幅というのをね、広げて楽しんでいただければ幸いかなと思います。はい、本日ご紹介しましたね、この3点、もしまだ手を出したことがない方いらっしゃいましたら、ぜひ一度手を差し伸べて、自分のファッションの幅を広げてみてはいかがでしょうか。どれも自信を持っておすすめできる間違いないアイテムなので、ぜひ。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。今回の動画が少しでもいいと思っていただけたら、ぜひ高評価、チャンネル登録、感想などのコメントもぜひよろしくお願いいたします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。